ババン、5匹家族ということで、キャットタワーに出ているもずくさんとこんぶくん、かわいい。こちらこんぶさん、逆光でほぼ見えません。そしてもずくさん、目が怖い。いいっすね。あ、かわいい。あ、見えた見えた。かわいいね。やっぱキャットタワー乗ってるだけでかわいい。そしてしいたけは定位置、ここは好きなんですよね。ここの椅子が好きで、まあ、日向ぼっこであったかいんでしょうね。カゴは全然使わず、みんな入ってくれない。常備しているのに、ちょっとクッションか何か置いた方がいいんかな。いや、しかしいいっすね、いいっすね。こう近くでこう並んでるのもいいし、キャットタワーで寝ているだけでなんて可愛いのでしょう。ふふふ、いいですね。黒猫は逆光には弱いということでね。玉子さんは日向ぼっこしております。いつもあそこで日向ぼっこ。カゴは使われていないということでね、使ってほしいな。泣いた。玉子さんが泣いたよ。僕の姿が見えたから泣いてくれたんかな。呼んでくれた、嬉しい。はい、かわいい。はい、かわいい。もっちゃん尻尾パタパタ。あ、見えた。触っちゃうね。邪魔しちゃう。絶対触ってしまいますよね。ごめんね、触らせてください。もっちゃんもね、もっちゃんも、もっちゃん、もっちゃんちょっと怒られたら嫌やから、そ、恐る恐る触るっていうね。けど顔触られるのは好きなんですけどね。あら、かわいい。見てる。すごいね、すごいね。あんな狭いとこが好きなんやな。しいたけいつもここ、ここがあったかいんやろね。しいたけの定位置、この時間ぐらい、昼とかのね、あったかい時はここっていうね、決まってるんですわ。卵はここね。みんなやっぱ火が当たらないけんってことやね、人間も。ということで、皆さんもぜひ火に当たってください。さよなら。